C ロナウド選手、CL グループリーグで全試合得点。サッカー、レアルマドリードのクリスチアーノ、ロナウド選手、32が新たな金字塔です。チャンピオンズリーグ、CL のグループリーグ最終戦い。香川真司選手の所属するドルトムントと対戦し、前半12分、ロナウド選手がゴールを奪います。これで、グループリーグ全試合で得点を決める史上初の快挙を達成。6試合で9ゴールと得点ランキングでも首位を独走です。そして、リバプール対スパルタクモスクワの試合ではスーパーゴールも飛び出しました。来年6月のワールドカップで日本と対戦するセネガルのマネ選手、リバプール所属が豪快なジャンピングボレーで得点を挙げます。抜群の身体能力は日本の脅威となりそうです。